知り合いもおらず、寝場所もない、とてもお困りのようですね。そもそも生きていけるんですか？なめてんのか？なんとか生きていけるんだ。なめてんのか？あたいをなめんじゃねえよ。わかりました。困ってる人を見捨てるわけにはいかないのです。おー、かわいい。あー、かわいい。あー、かわいい。木狼です。木狼は光合成という草の特徴を持ち、鋭い羽を飛ばして戦うようです。かわいい。おー、あ、日の嵐だ。あ、これかわいいね。うわー、怖いね。燃えるような日の嵐。んー、もうかわいいな、日の嵐。ラベン、池のそばにいるようなミジュマルと言います。ミジュマルは水上で浮かんで寝たり、お腹の貝のようなものだとか。かわいい。あー、かわいい。ワンちゃんみたい。あ、サポートしてくれんの？なんだこれ。あー、かわいい。あー、かわいい。あー、かわいい。え、相棒。うわー、僕に興味がある。いや、マジか。これば、どれ選ぶか。日の嵐、木狼、ミジマル。うわー、お前僕のこと好きか。いや、これは迷うな。いやー、みんな可愛いな。でもな、進化したらちょっといかつくなるん知っとるんからな。いやー、これは選べ。いやー、移動的にはミジマルなんやけどね。いやー、でもなー、個人的には日の嵐か、モクロ。いや、日の嵐で行くか。ちょっと、かわいいね。日の嵐で行こう、このタイプで。あ、かわいい。日の嵐でいいっす。はい。あ、かわいい。あ、もうこいつでよかったわ。もう歩き方自体でもかわいいわ。歩き方が可愛い。日の嵐でいいよ。可愛い。が可愛い。写真。あ、可愛い。あ、可愛い。可愛い。カワウソみたい。トツボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。トツボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。